プロエルメルはフランス、ブルターニュ地域圏、モルビアン圏のコミューン。865年に町の名はラテン語でプレブス・アーサメイルと呼ばれていた。これはアーサメイルの教区となる。プルアルメルはブルターニュに数箇所ある聖アルメルの名をいただいたコミューンである。プロエルメルは中世に聖アルメルの聖遺物を収めていた。アーサメイルのアースとは 熊、マイルとは公を意味する。すなわち、熊の資質を備えた孔である。当時のブルトン人は、熊を称えるような、動物の属性を名称に込めていたのである。しかし他にも説があり、アースとは、いの高いを意味するアードから来ており、アーサメイルは、高貴な孔であるとする。県北東部にあるプロアルメルは、ブロセリアンドの森に近く、 バンヌの北東 35km、レンヌの南西 50km にある。アンシャンレジーム時代のブルターニュ州のおよそ中心に、あたる位置にある。また、アルモリカ3階の中にある。INSEE による分類では、プロエルメルは孤立したコミューンである。それは一つの自治体で、都市的集積地域を形成しているためである。旧プロエルメル駅ブルターニュにおける地方3部会の、 開催場所は決まっていなかったが、プロイルメルでは、かつて幾度か開催されていた。このことから、ブルーターニュ公国内では重要な都市であったことがわかる。ブルーターニュ継承戦争の最中1341年3月26日、ジョスランとプロイルメルの中間にある、カッシの中道において、30人の戦いが起きた。この事件を記念して、1828年に、 ベリー公爵夫人、マリー・カロリーヌによってオベリスクが建てられた。その後、1350年から1370年まで、プロエルメルはイングランド王国に占領されていた。加えて1348年から1350年に、かけ、ヨーロッパの他都市と同じくプロエルメルは、国史病の参加の中にあった。1881年に町に鉄道が敷かれ、 駅はいくつかの路線が乗り込んで発展していった。街の鉄道の歴史は1994年に閉じている。2007年の新学期初頭、コミューンの児童の2.6%がブルトン語とフランス語で教育を行う二言語学校に在籍していた。中世にプロエルメルではブルトン語が話されていたが、以降はロマンス語の系統であるガロ語も話された。 ありがとうございます。